そもそもこの映画は少年と少女が出会う前の物語を描きたいというふうに思ったんですね。それをどうしようかなと考えていった時に、その小野小町の和歌が目に入りました。眠っている時に好きな人のことを夢で見たと。で、目覚めてしまってから、あ、これが夢だと分かっていたら目覚めずにもっと夢で彼に会っていたかったという和歌なんですね。で、ヒントにしていきました。朝目が覚めるとなぜか泣いている。見ていたはずの夢はいつも思い出せない。ただただずっと何かを探している。一つのきっかけは2011年の、日本で起きた東日本大震災だったような気がします。あの時に僕たちの社会、僕たちの住んでいる町っていうのはこのまま永遠には続かないんだっていうことが日本人みんなが分かってしまった出来事だと思うんですよね。この先の保証ができない社会の中で生きている、その中でアニメーションを作るんだったら、何かこう自分の力で強く運命をつかみ取るような物語を、作るべきなんじゃないかというふうにだんだんこう気持ちが変わってきたんだと思います。最初から2人が出会うエンディングにしようというふうに今回の作品を決めていたんですね。東京の中の映画に登場するエリアは、僕が住んでいて普段目にする場所なんですね。自分が普段よく歩いている場所で、あ、ここはこう映画の画面として切り取ったら綺麗かもしれないって思えるような風景をあの映画の中に出しています。糸守町のモデルについては割とこう誤解が多いので、長野県はモデルではないんですね。架空の場所ですので、それぞれのスタッフのイメージの中の、日本の田舎町ということでみんなで作り上げた町です。子供の頃から星を見ることも好きでしたし、 SF 小説を読むこともすごく好きだったんですね。田舎で育ったので他に楽しいこともなく、1時間ぐらい平気で星空を眺めていたんですけど、その時に星を見ながらいろんなことを想像しました。うちの父親は建設会社を田舎で経営しているので、僕にはやっぱその後を継いでほしかったみたいなんですね。でも僕はあまりそっちに興味が持てずに、ゲーム会社の方に就職してしまったので、その時も反対されましたし、ゲーム会社を辞めてアニメを作るんだって言った時も反対されましたね。アニメーションを作るっていうことが自分の仕事になりうるっていうふうにこう想像したことは一度もなかったですね。僕はそのデビューは個人制作だったんですが、今回が今までと違うのは、本当にこう日本で著名なアニメーターがたくさん参加してくれたというのが一つあると思います。いろんなこう名監督と仕事をしてきた人たちなので、例えば絵コンテが分かりにくいこう指摘をされたりするんですよね。今佐藤監督だったらもっと明快な絵コンテを描くとか、宮崎駿さんだったら理屈は通ってないんだけどあれは分かるんだよねとか、そういう人たちの名前を出されると、もう本当にすいません頑張りますっていう、これを良くするために監督とも戦うっていう人たちでしたね。僕はアニメーション映画っていうのは本来的には10代20代の若い人に向けたためのものだというふうに考えているからです。思春期の頃ってやっぱり世界のいろんなことが分からなくて、特に人の気持ちのこととかが分からないわけです。どうして自分は誰かを好きになってしまうんだろうとか、どうして自分が好きな気持ちで相手は自分を好きになってくれないんだろうとか、人生っていうのはそのやっぱり偶然の連続で今があると思いますので、そうだから運命とかは信じていない、ただその自分たちが出会うことに理由はあったんだっていうふうにこう自分の人生に物語のように解釈することっていうのは素敵なことだと思うので、出会ったことに何かそういう自分で物語をつけたい、説明をしたいという気持ちはあります。言おうと思ったんだ、お前が世界のどこにいても必ずもう一度会いに行くって。あの人は誰？忘れたくない人、忘れたくなかった人、忘れちゃダメな人。君の名前は？